どうもおはこんばんにちは、プラントムーンライダーことプラムンです。今日は串谷の2019春夏モデルの最新作フィンジャケットの方を購入しましたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。まずは別撮りで全体像の方を撮りましたので、そちらの方からご覧ください。では VTR スタート。
いかがだったでしょうか、このフィンジャケット。このジャケットはカジュアルな見た目で私服にも使えると思います。またバイクに乗ってる時も使用できるような作りになってます。まず肩、肘、背中とパッドの方が標準装備されてます。また胸のところと腕のところにベンチレーション機能も備えています。そして防水、防風機能も備えてますね。ですので私服の時に着られてもいいでしょうし、バイクに乗られている時でも最適に着られると思います。こちらのフィンジャケットの方は L サイズの方を私は購入いたしました。ちなみに私の身長体重の方が168センチの60キロで標準体型になります。私は普段ジャケットの方は M サイズと L サイズでいつも試着してから決めるんですけども、このジャケットに関しては M サイズはめちゃめちゃきつかったです。 M サイズは本当に論外ぐらいのきつさでしたね。本当にタイトな使いです。私は本当に普段 M か L サイズでいけるんですけども、このジャケットに関しては L サイズかまたは LL サイズでもいいんじゃないかって思うぐらいのきつさでした。本当に着心地がいいとか肩とか腕とかが動かしやすいとかっていうサイズでは LL サイズが本当にちょうどぐらいなんですけども、そうなってくるとどうしても見た目がちょっとブカブカっていう形であんまりシルエットがすっきりしなかったんで、まあ、見た目のを優先しましたんで L サイズの方を購入しました。本来ならば動きやすさで言ったら LL サイズの方が動きやすいぐらいタイトな作りになってます。特にどこがきついかと言いますと腕周りですね。まあ、肩周りもちょっときついんですけども、特に腕周りがねめちゃめちゃきついです。本当に M サイズが似合う体型の方といったら、もう私の身長が168センチでだったら体重は本当に50キロちょっとぐらいじゃないと多分合わないんじゃないかなと思いますね。もうかなり細めな作りです。私は去年クシタニのフルメッシュパーカージャケットを購入したんですけども、あれもかなりタイトな作りだったんですね。あちらの方も M サイズでいけるかなと思ったら M サイズはめちゃめちゃきつかったんで L サイズを購入したんですけども、そのフルメッシュパーカージャケットよりも腕周りとかがきついかもしれないです、このフィンジャケットは。ですのでこのジャケットを買うときは絶対に試着してからの方がいいと思います。いつも着られてるジャケットの1サイズから2サイズ大きめでもいいかもしれないですね。動きやすさを重視するのであれば本当2サイズアップぐらいがいいかもしれないです。ただどうしても2サイズもアップするとね、見た感じがちょっとかっこよくはなくなっちゃいます。そこはどちらを取られるかは買われる方次第かなと思いますね。私今回クシタニの西宮店で購入したんですけども、まあ、私の前にもこのフィンジャケットを買われたお客さんがいたらしいんですけども、そのお客さんも、まあ、普段は M サイズだけども L サイズの方を買われてましたね。でそのお客さんもやっぱり腕周りがきついということで、もう肘のパッドいらないわって言ってたらしいですよ。まあ、私も正直肘のパッド外してもいいかなっていうぐらい本当に腕周りは細いですね。ただまあそんな血が止まるほどきつくはないんで、まあ、動かしにくいのはね動かしにくいんですけど、まだ一応パッドの方はつけとこうかなと思います。まあ、どうしてもね長時間走りって、まあ、腕周りがね血流が悪くなるぐらいちょっとしんどいなっていうのが出てくるようでしたら、もう肘パッドは外すかもしれないです。でも今日1時間ぐらい走ってますけど、特にそこまで血流が悪くなるほどではないですね。ただもう若干このジャケットに関しては腕周りはもう若干やっぱり大きくしてほしかったですね。もう本当にひょろひょろの人じゃないとこのジャケットの腕周りは多分合わないと思いますよ。このフィンジャケットはカラーが3パターンあります。私が購入したのがこちらのブラックカモというカラーです。あとはブルーカモっていうのと、あとはブラウンかベージュみたいなやつがありますね。まあ、そのベージュのやつだけカモフラ柄にはなってなかったです。私はこのブラックカモっていうのが
そんなにカモフラ柄が迷彩柄が強調されずに、まあ、ちょっと逆におしゃれかなと思いまして、私はブラックにしました。私冬のジャケットで結構ネイビーの色を結構多く持ってたので、まあ、ちょっとブルーカムはかぶってしまうのでちょっとやめました。でもブルーカムも本当生で見ましたけども結構おしゃれだったと思います。このブラックカムは光に当たれば結構迷彩柄がちょっと主張してきますけども、まあ、暗いところとか遠目で見るとほぼほぼブラックに見えるんじゃないかと思います。近くで見るとねちょっと緑がかったカモフラ柄が見えるんですけども、そんなにカモフラ柄がね強調されてませんので、迷彩柄とかがね苦手な方とかでもいけるんじゃないかなと思います。私もあんまりカモフラ柄っていうのは得意ではないので、今までジャケットとしては買ったことなかったんですけども、初めてこのジャケットで挑戦してみました。でもそんなに違和感なく私着られてると思います。これぐらいのさりげない迷彩柄というかカモフラ柄がおしゃれかなと思います。まあカモフラ柄はね好きな人とあんまり好きじゃないっていう方の結構好みが分かれますからね。これぐらいのさりげないカモフラ柄だったらその苦手な人でもいけるんじゃないかなと思います。このフィンジャケットの価格の方が税込みで 4万3000円ちょっとだったと思います。値段的にはねかなり高いと思いますけども、まあ、一応メイドインジャパンということで値段の方が高くなってるみたいですね。まあ、確かにメイドインジャパンということで作りは本当にしっかりしてるかなと思います。本当問題は腕周りのサイズだけですね。まあ、欲を言えば肩周りももう若干、肩幅もねもう若干緩くてもよかったかなと思います。まあ、今日は2月7日なんですけども、まあ、真冬の天候なんですけども、まあ、普段より若干あったかいかなっていう天候です。まあ、最高気温がまあ12、3度ぐらいです。今現在でも走ってるところは多分10度前後ぐらいだと思います。で、私が今着ているのがインナーにユニクロのヒートテックと、あとスーピーマーコットンセーターみたいなやつを着てます。その上からこのフィンジャケットの方を羽織ってる状態です。なんで合計で3枚ですね。まあ、この商品は完全に春夏用の商品なんで、まあ、気温がねこの10度前後ではあんまり想定はされてないと思うんですけども、まあ、ちょっと走ってますけども、まあ、やっぱり10度前後だとこの3枚だけでは若干肌寒いかなっていう感じです。まあ、今の気温が10度前後ですけども、まあ、めちゃめちゃ寒いかと言われたらめちゃめちゃ寒いまではいかないです。まあ、やや肌寒いなっていう感じがしますね。まあ、この格好でツーリングはね全然いけるような感じではないですね。まあ、1時間も2時間も走ってたらめっちゃ寒くなってくると思います。ただ街乗りっていう感じで、まあ、30分ぐらい走る分にはこの今日着てる3枚だけでねいけるかなと思います。このフィンジャケットの方は防水と防風がされてます。あと透湿性もありますね。まあ、初期耐水圧がまあ1万ほどありますんで、まあ、少々の雨なら大丈夫かなと思います。まあ、完全防水の仕様にはなってませんので、まあ、ポケットの部分からとか、まあ、雨が侵入してくるかもしれないですけども、まあ、ちょっとした雨なら本当、まあ、耐水圧1万あるんで、まあ、大体はしのげるかなと思いますね。防風加工もされてますんで結構薄めの生地ではあるんですけども、そこまでめちゃめちゃ寒いかと言われたらそんなに寒くはないですね。このフィンジャケットは幅広い気温とか環境で使えるように靴下にコネクトっていうのが装着できるようになってます。このフィンジャケットの中にインナーを合わせることができるっていうことですね。まあ、そのインナーを合わせるんだったら、まあ、串谷とかでしたら串谷の冬ジャケットのインナーについてくるダウンライクとかを入れたらいいのかなと思います。ただこのジャケットがかなりきつめのかなりタイトな作りになってますんで、そのインナーにダウンライクの方を入れるとかってなると本当に2サイズアップぐらいの、私だったら LL サイズがちょうどの大きさでした。
ですので、私このフィンジャケットを着るときはダウンライクをインナーとして中に入れたかったりはするんですけども、まあ実用的にはちょっともうパツパツになってしまうんで、多分それは入れないで使うかなと思います。ですのでちょっと寒い時期とかはね、ちょっとこのジャケットは使えないのかもしれないです。ただ一応私 L サイズを購入しましたけども、それでも一応ダウンライクの方もギリギリ中に入れれる感じではあります。一応ダウンライクを中に着込んだ状態でも全体像の撮影しましたんで、そちらの方もご覧ください。それでは VTR どうぞ。いかがだったでしょうか。やっぱり見た目はかなりパツパツのピチピチ状態ですね。まあちょっとかなりピチピチの状態なんで、かなり腕回りとか肩回りとかはかなり動かしにくい状態です。ちょっと長時間着ていると腕とかも血流が止まりそうで、ちょっとしんどかったりはしますね。ただインナーにそのダウンライクの方を着るとだいぶ温度的には幅広い温度で使えるかなと思います。中にダウンライクをインナーに着ると多分10度前後でもこのジャケットいけるかもしれないです。ただ10度前後という環境だったら、まあ、基本冬のジャケットを着られることがいいと思いますね。まあ、春とか秋でしたら日中が20度前後とかで、まあ、朝晩とかが10度前後まで冷え込むこともありますんで、まあ、その環境に対応できるようになってるかなと思います。ほんとこの腕周りですね、特にこの肘がプロテクターも入ってるのも余計にあると思うんですけど、そこが本当にめちゃめちゃ動かしにくいですね。もうかなりきついです。私は春夏用の商品でどのポイントで選んだかと言いますと、私は防水機能がついてるのと、あと防風加工がされてるっていうのが、そこを狙って購入の経緯に至ってますね。やっぱり防水と防風は欠かせなかったです。ツーリング行くとね、晴れてる日でも結構通り雨とか結構なったりしますんで、やっぱり防水機能がついてるっていうのは大きいですよね。で、防風加工とかもされてないと結構風の侵入とかがあって寒くなったりしますんで、防風もやっぱりポイントは大きいですね。今日このジャケットを着ながら走ってみて感じたのは、多分適している気温としたら多分15度ぐらいから多分30度以内が適しているのかなと思います。まあ、30度になるとちょっと暑いかもしれないですけど、まあ、15度から25度ぐらいがこのジャケットの最適な環境かもしれないです。まあ、10度前後からまあ30度近くまで多分使えると思いますんで、結構幅広い環境で使えるかなと思います。まあ、中のインナー次第ですね。まあ、このフィンジャケットはまあ夏でも使えるように肘的に吸汗素材になってますね。まあ、汗を吸い取るっていう感じの機能になってます。肘周りの部分がやっぱりちょっときつくなってきましたね。ちょっと血流が悪くなるというか、ちょっとそんな感じを受けました。ちょっと肘が痛いような感じがします。それはもうきつすぎて痛いっていう感じですよね。やっぱり、まあ、中にね半袖1枚とか
長袖1枚だけを着た状態だったら、まあ肘のところもそんなにきつく感じないのかもしれないですけど、やっぱり2枚3枚って中に着るとやっぱり肘が痛いですね、きつくて。まあ安全面ではね、やっぱりプロテクションつけときたいんですけど、まあちょっと肘周りの腕周りがねちょっときつすぎて、やっぱりもしかしたら外すかもしれないですね、肘のプロテクターを。もうちょっと本当にこの腕周りだけね、本当にもうちょっと大きく作ってほしかったですね。ちょっと本当に細すぎですね。なかなか普通のブランドのアパレルとかでもね、こんなに腕周りが細い服ってなかなかないと思いますよ。まあ体はねある程度タイトな作りでもねかっこいいと思うんですけど、腕がねここまで細くなる必要はないと思うんですよね、シルエット的に。まあ串谷さんは2018-19の秋冬モデルに関しては結構今までよりも大きめの作りだったんですけど、なぜかこのまた春夏モデルになって、またなぜか本当にめっちゃタイトなやつ作りましたね。まあ、このフィンジャケットはね春夏モデルということなんで、まあそれを想定した気温でね、まあ今日は着てみようと思って、まあそんなに厚めの格好はあんまりしないとこうと思ったんですよ。まあじゃないとレビューになりませんのでね、まあ初めから分かってたことでしたけど、まあ、やっぱりこのね真冬の2月7日に着るようなジャケットではないです、間違いなく。間違いなくこの時期は冬物のジャケットを着るべきですよ、それはもちろん分かってますけどね。まあくまで今日はレビューということでこのジャケットを着て走ってます。さあもう今日は帰って温まりましょう、お風呂でも入ろうかな、冷えましたね、さすがに2時間も3時間も走ってたらこの格好で。いかがだったでしょうか、フィンジャケット。私は今年の春夏で結構重宝すると思います。まあ、皆さんもねこのフィンジャケットの方が気になりましたら串谷の方に早めに行かれた方がいいかなと思います。多分春とかにねもうなってしまったらこのジャケットほとんどね売り切れてしまうのとか、ほとんどね希望のサイズとかなくなってると思いますんで、多分早めに行かれた方がいいかなと思いますね。まだ今ならね多分サイズの方とかも残ってると思いますんで。それではこの動画が良ければグッドボタンを、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。